久しぶりだな。とりあえず大仕事お疲れ様でしたってことでね。傷跡ひでえな。二人とも今日はねぎらおうって約束でしょ。姉ちゃんごめん、やっぱ無理っぽい俺。夏を言いたいことがあるなら言え。あんたが失敗作の俺たちと関わらせないようにしてたから。あれらはお前とは違う世界の人間だ。母さんも姉ちゃんもなぜか許す流れなんだけどさ、俺の中じゃイカレ野郎絶賛継続中だよ。お母さんの悲鳴、ショートの泣き声、トヤ兄のこともさ、気持ち悪いぜ。これから向き合い償うつもりだ。あっそ、やっぱりダメかな。母さんも歩み寄ってくれてさ嬉しかったの。姉さんはショート、ヒーローとしてのエンデバーってやつはすごかったよ。すごいやつだ。夏兄の言ったことはその通りだと思うし、まだ許せてね。俺らの未来を保証しなければ、今さら許せというつもりはない。さらでも償い、未来を返す他に道はないのだ。